はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。チャレンジダンジョンレベル10初見でいきましょう。前回の一度きりチャレンジだったかな、あれをねオシリスとバステトでやったんでしたっけ。僕それが意外と安定してたんで、今回は、最初からもうオシリスで挑んでみようと思います。まあオシリスでもね火力が出るようになったということをちょっとここで見せつけてやりましょうと言いながらも、サブは若干耐久寄りでございます。はい、行きましょう。問題はやはりあれだな、封印がないんでイースが来るとまずいですね。あーマジですか、いきなり来ますか。いきなりヘラチューンしましたね。まあ少しは耐久ができるんで耐久しながら行きましょう。ここはまあ回復消されたり木を消されたりしたら、まあ変換等を使う感じでやっていきますね。ハートフルアロー、オッケーオッケー。回復さえ消されなければね、殴り合いできると思うんだね。ここもそこに火を置いてだな。はい、で回復はしっかりしていきましょう。大丈夫そうだね、回復力は一緒ぐらい、相手の回復と釣り合ってます。オッケーオッケーオッケー。なんかこいつねやたら回復を消してくるイメージがあったんですけど、そうでもないですね今回。てか HP が低いな。捨て下がったんでしたっけフルズって。今更かよ時になんか修正入りましたよね。多分捨て下がってますね。これサイン使います。そして倒します。下から行こうか。これでどうでしょうか。なんかジグザグに組みましたけど倒せるんじゃない。2コンボ入ったし、オッケー、順調順調。まだ1回だけど、あ、ディオスですね。大丈夫大丈夫、よかった。オシリスでよかったらしい。ディオスもまあとりあえず1ターン目は相手も盾張ってくるんで、こちらも様子見ていきましょう。まずはお落ち込ん、目覚め使ってないのに木の落ち込む、珍しいですねお邪魔と火の落ち込む、あれー、よしてか落ち込んの泥強強し。アテナさんですか。ここで目覚め使っていきましょう。アテナももう最近驚かなくなったよね。昔は本当にきつかったんだけど、最近はなんかねだいぶこちらも火力が乗ってきたんでね。あーちょっとうまくコンボできなかった。うわこれは痛い。これはあれでしょ、あ、そうかそうか、90パー以下から確かこいつスキル使うんでしたね。じゃあサイン使います。サイン使ってそこで回復しながら、これでとりあえず何かしらスキルを使うと思うんで、どっちだろう、リダレクションかな。リダレクションですね。盤面がいい感じなんでね、ちょっと今回も普通に殴っていきましょう。よし、闇も落ちるけど、これ落ち込ん次第では倒せるよ。どうだろう、倒せなかった場合はもうスターバーストでおはようございますって、おはようございますなんだけど、はい高速フラグ回収機でございました。ありがとうございました。やっぱオシリスパーティーだとねちょっとねワンパンきついかなってなの、まあ、やっぱ火力が出るようになったとはいえね、ワンパンはきついかなっていう感じですね。4433でいきましょう。これで、あー光もう一個踏みたかった。目覚めない、目覚めないか。これ大丈夫ですか。ここがきついね、ここが非常にきついね。アテナ強くない？ちょっとバステトでいきますわ。いけそうな気がする、今回は。火力的にはなんかね、問題ない気がするんでね、行ってみます。落ち込んなくても今回はいける気しかしない。なんか知らんけど。OK! さあ、未知のエリアに到達。よかった。これで新王妃とかだったらどうすんだよって。強い方のサタンかな、これ。なんで、
とりあえずどちらにしろ盾は張ってくるはずなんで、まずは盾を張らせますけど、で今回スサノオを入れてる理由はあいつですね、やつを警戒してるからです。まあ皆さんも知っての通り、前回いたやつがきっといるだろうということでね、若干ねリプライでネタバレ食らってますからね。僕貴族生のあいつが強かったですとか言ってね、なんかみんな隠すように言ってきますけど、貴族生のチャレダンで出てくる敵ってあいつかリオスしかいなくねって、ね、そうですよね。だからほとんどね、なんかバラされちゃった感じなんですけど、多分あいつだと思うんで、おーイケメン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 、これでビシュヌ使って倒します。4でいけるかな。お邪魔消して、ほいほい、一応全回復の状態で挑みたいと思います。さあボス戦です、やってやろうじゃねえか。ほら来た、お前だと思ったぜ。最初盾張りますよね。ならまだスサノオは使わなくていいね。一旦今あるドロップで頑張ります。ツーウェイ組んじゃっていいよね。今回 7×6 じゃないから捨てが下がってるとかはないかな。どうなんだろう。めっちゃ回復振るな。お邪魔も振ってくるな。これで100万出るとまずい。出なかった。いい感じの減りだ。あれあれ、盾は盾は、突然の3万6千はちょっと草も生えない。マジかよ、もうもうちょっとなんかやらせてくれや。せっかくたどり着いたのにワンパンはないだろう。でも初手スタノーですね。あそこ OK です。スキル使うと 2A 組んだら危ないんだよね。だからスタノーこれ使っちゃうからちょっと危ないっちゃ危ないんだよな。はい、3,4 でいこうか。大丈夫かな。チャレダンで100万吸収って本当にアウトだよね。これで100万出たらまずいな。出た、あでもいい感じに減った。これスキル使わずにいこう。アバターラ出ました。アバターラ見飽きました。アバターラ4はまずいかな。4-3-3にしとく。4-4でいく。本当に悩むこいつ戦。ここで耐久できてもって感じなんですよね本当に。そうそうそう、これ来るんですよ。防御効いてるからいいけどさ、この次の次だよね。次の次耐えれるのかっていう話ですよね。うわ、ちょい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 、1万で収まる攻撃なんてねえだろてめえ、ふざけやがって。この局面で回復を邪魔にするっていう、そんな技を持ってるモンスターがいますか。若干回復期待させてくるねスタイルね、ありがとうございました。そして3万6000で締めてくる。楽しいね。
このクソ野郎どんだけお邪魔変換好きなんやということで、いやでもいい感じですよね。とりあえずバインドは避けれたんで、あとは巨大化まで持っていければってとこですよね。持っていけるかなこれ。もう回復も何もできないんでね、また消しやがったんでこれでいくしかないんですけど、44で100万出ないかな、45にしとくか。45で巨大化までいけたらいいなっていう感じで、回復はなし、巨大化までいってくれ。来た、きついよ。でも正直きついよ。ここでだって火力が多すぎてもいけないわけでしょ。これ木だよね。ここに残ってるのはもう全部強化ドロップだよね。だからこの木をとりあえず速攻でいくんで、この右列はもうやらなくていいんで。でも今の感じだとちょっときつそうかな。ここ持って磨く。まあとりあえず速攻性が求められるってことですよね。今の感じからいって倒せるかな。ちょっときつそうな気もするから、やっぱり、あでもさっき泥鏡がなかったから、あいけるかもしれないね。磨きます。とりあえず磨くしかないですね。いきます。あー大丈夫か、大丈夫か、よし大丈夫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 、お邪魔お邪魔お邪魔、いけ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 お邪魔の落ち込みや、よし95万だったね。めちゃくちゃ危なかったです。はい、ということでですね、まあ結局ですね、前回 7×6 で運もあってビシュヌがあっさり倒せたんですけど、今回はそうもいかずね、苦戦しました。どっちかというとアテナに苦戦しましたね。はい、ということでなんとかチャレンジダンジョンを終えることができました。最後は珍しくオシリスでの勝利でございました。まあこれでね、またオシリスの強さがね、広めることができたんではないのかなと思います。以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。